こんにちは、辻岡です。さあ、モンスト皆さん楽しんでますか？とうとうね、この日が来ました。ミッションでね、精霊王の黒き宿題を15回クリアせよ。これ今クリア数14回、なのであと1回でエアコンスーツ10体。そしてこれで今ね、ドラゾンビの、ラックが88、そしてエアコンスーツがね今3体いるので、これで運玉、ミッションが達成できれば運玉が達成します。ということでラストのね、ギガゾンビやっていきましょう。これで倒せなかったらちょっと笑いもの。14分、いきます。ソロで、全部ねソロでいきました。ちょっとね、最初にアルト君が持ちかけてきてくれた時に倒し方が分からずにね、全然負けてしまってちょっと申し訳なかったな。あ、ちょっとアーサーとかいいキャラいないっすね今ね。ちょっと適性がねこのストライクしかいないんでやばいな。ちょっと厳しいけどこれでいきましょう。今までにない厳しい戦いになりそうですね。よし、まずはしっかりね間に入れていきましょう。こんなもんかな。ほい、間入れゲームっていうことをね、知ってから結構ね勝てるようになりました。ほい、さあ行くぜ。こっからちょっと硬いんだよねギガゾンビがね。シンドバッドのスピードアップが非常に使えます。引くよ、へい、よし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 、いいね。ただストライク重力バリア持ちじゃないから結構厳しめ。この後が厳しいね。まあ3人いたら大丈夫でしょう、重力バリア持ち。ほい、よし、さて位置取りはあんまり良くないな。こういけるかな。えい、よし入った。ストライク、ストライクも厳しめ、角度がえぐいな。あ、入っちゃった、扇風機の中に入っちゃった。あれ大丈夫、なんか嫌な位置に行っちゃったんだけど。まずいぞ、一人戦力外になってしまった。反射して入るのちょっと難しいんだよな。あー失敗しちゃった。ちょっとヤバめですねこれね。反射が、あ、反射できねそうないね。右から倒していきたい。えい、なぜか左にいるっていう。飛んでった。ストライク大丈夫かな、なんかすごい不安になってきた。ここはちょっとここを倒しておきたいけど、出てこれるかな。よし、ちょっと出ていってくれよ。ぶっ壊しちゃった。ぶっ壊したけど結構厳しめ。これを倒しておきたい。まずはえい、スタップで、うん、一人食らうね。あー、どら焼きが欲しいところ。ずらして叩いて、あーでもまだ厳しいな。うー、どら焼きオーラに。うわ危な、よし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 、あ勘弁してくれよもう。違うんだよ、扇風機が、扇風機の隣に入るからおかしくなっちゃったんだよ。
ちょっとね、今ね、考えてます。スタミナがね、70しかなかった状態で今スタートしてるんで、どっちにしろオーブ使わなきゃいけない。で、これがラストなんで、これはね、オーブを使ってコンティにしようかな、しょうがない。ちょっと恥ずかしいところをお見せしちゃったけど、コンティにします。いきましょう。よし、もうこれラストだからね。どうしよう、これはよ、こっち入れないよな。こういきましょうか。よし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 、左側入れました。これは大丈夫だね。はいよ。あら、入ってない。これはここで、よいしょ。よし、おっ、こう入って、はい、 OK ですね。さあボス行きましょう。一戦目はストライクショット使わずに行きたいね。ここに入って、よし、ストライクどうしようかな。ここか、横間でこのホーミングをなんとかしたい。よいしょ、よし、狙い通り。次は、次どうしようかな。これ入れない、入れないな。ちょっとストライクに当ててボスの HP 削っていこう。よし、これ角度えぐいね。こっち入ろうか、まず3ターンあるから。よいしょ、よし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 、いいよいいよ、今んとこいい感じ。これはここ入って、よいしょ、でストライクで、ストライクでもう倒せるねこれね。シンドバッドのスピードアップでドドドドドドン。よし、私が影響王城の支配者となるのだ。さあこっからはシンドバッド号令やっていこうか。ああどうしようかな。ちょっとね事故が怖いんで、ここ号令使います。で光に当てていく。敵艦隊を駆逐せよ。いってくれ、もう結構いろいろ倒しちゃってくれ。頼む、よし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 。光は使わず行こうか。シンドバットに当ててストライク。よいしょ、うん、まあ OKOK、よし、悪くないよ。で、シンドバッドスピードアップして、よし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 、これ完璧ですね。これも倒していこう。あーちょっと残っちゃった。よし、私が影響王城の支配者となるのだ。バッチリです、バッチリ、これはいきました。 HP も残ってるし、まあコンティニューしたけどね、恥ずかしい。でもね、あのアーサーとかがいればね、もっと早く倒せてたと思うんで。あれメテオじゃないや、雷が来たからね、追い打ちで。さあ行きましょう。光は、しっかりとボスに当てていきたい。でたくさん与えて当たったよね。よし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 、で雷ドン。あとは号令してみんなと当てていく。よーし行け。はい、やりました、やりました、やりました。あー、なんで途中負けちゃったんだろう。はい、コンティニューはしちゃったけど、あ、のび太くん落ちたね。のび太くんはさすが運玉できなかったな。
あこれでミッションが達成できたと思うんで運極していきましょう。初の運極やったー、究極15回クリア、受け取る。さあじゃあドラえもんのラックを上げていこう。まず1回目、おお、いるいる、まだこれいかないよね。98、やった、とうとう運極持ちです。僕も嬉しい嬉しい。99で運極なのかな。あ、99で運極ですね。とうとう運極達成、やったー、頑張った甲斐があった。来ましたー、嬉しい、初の運極やった、ドラゾンビ。いやー達成感がすごいね。やっぱモンストのこの達成感結構いいな、心地いい達成感でしたね。ちなみにのび太は13だから456788しか、ラックはね上がれませんでした。これはさすがにもう狙っていかないよ。はい、ということでね、ソロでつくよみも2体倒したり、ドラゾンビもね、結構そこそこ安定して倒せるようになったんで、結構ね強くなったんじゃないかなと思います。シンドバッドのね神化が効いたね、重力バリアのスピード持ち本当にね使えて、あと特急もね、特急もね英雄の神殿がスタミナ2分の1だったので、コルセアとね、シンドバッドに特急をねつけたのもでかかったと思います。ということで運極達成やったぜ。どんどんねモンストが楽しくなってきてますよ。それじゃあ土の子でした。